はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を持っている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、奥歯のね、虫歯の治療がね終わって、銀歯のね蓋をしてもらってからね、1週間が経ちました。最初のね 2,3 日の間はですね、治療の痛みと違和感があってですね、まともに食事ができなくて、痩せれるかなと思ったんですけどもね、4日目になるとですね、慣れてきたのかね、噛み合わせもね、気にならなくなってね、逆にね、食事がねしやすくなったことにね気づいたんです。だからね、痩せるどころかね、太りはしませんでしたけどもね、食欲が戻ってきてしまって、とりあえずね、以前に太ってしまったままのキープでございます。太ってね、キープしてるとは言ってもですね、最高に太ってた時みたいにはなってませんのでね、まだ罪悪感とかもないんですけども、でもこのままじゃダメだってね、分かっていますので、そろそろ暖かくね、なってくる時期なので、それと同時にですね、痩せていく流れをね、期待しております。ということでね、今日はね、もう皆さんお気づきの通りなんですけどもね、車の中からの動画ということでね、病院の日でございます。歯医者ですよ、歯医者。その先週のね、通院からね、1週間が経過しておりますけどもね、最初にお話しした通りで、あれから正直なところね、痛みと違和感があったんですよ。でもこれはね、その治療をした物理的なことによっての肉体的なダメージなのでね、仕方がないとね思っておるんです。しかしね、この物理的に肉体的に受けたダメージよりもね、精神的に受けたダメージがねありましてね、それは別にね、他の歯医者さんにこう飛ばされるとかね、なんていうんですか、美人歯科衛生士に会われにくくなるからとか、そんなんじゃなくてですね、美人歯科衛生士の件はね、少しありますけども、それよりも何よりもですね、その実はね、虫歯についてね、先生に確認したことがね、僕の心をね、こうズタボロにねさせてしまいました。だいぶ前からねなってることなんであれなんですけど、結構前から言ってることなんですけどね、僕の歯茎が結構下がってきててね、歯の根元がね、どんどんむき出しになってきてて、むき出しになってきた部分が黒くなってるんですよ。でそのことをね、先生にね、僕この歯の根元の部分がほぼ全て真っ黒になってるのはね、やっぱり免疫抑制剤が原因で、様々な原因が重なって、血管からの出てきてる血が酸化してね、黒くなってるんですか？ちょっと難しかったですね。僕の歯茎の下の歯が黒くなっているのは、歯に通ってる血管が、酸化して黒くなってるんですか？というのを聞いたんですよ。ほんな先生がね、ああ、これ虫歯ですよ。え？はい。単純に虫歯です。マジっすか？マジっす。もうね、この会話でね、僕の心はね、ズタボロですわ。でもこの虫歯になる原因がですね、唾液の分泌が悪いからであってね、唾液の分泌が悪くなるのは骨髄移植と免疫抑制剤が原因なのでね、別に間違いではなさそうなんですけども、この黒くなっていることの原因を予想してなかったその答えでね、まとめられてしまったので、そのことにね、ショックがね隠せません。というか今もね隠せてません。例えばね、その歯の神経が死ぬとかでね、歯が黒くなってしまうとかってよく聞きますよね。歯の神経が死んでいてね、その血液が象牙細管というところにね出てきた場合に、赤血球のヘモグロビンにですね、鉄が含まれているのでね、それが酸化して黒くなるってことあるんですけども、神経が死んでいる歯のね画像と、その僕のね今の状態をね、黒くなってるところをほんまにこう見比べてみたらですね、それとはね別の黒さなんですよ。でもね、そのところどころはね、表面が割れてめくれてしまってね、中の象牙質がねむき出しになっていてね、先ほどの説明のようにね、赤血球が酸化して黒くなってしまっているところもあると考えられる箇所もねあるんですよ。でもこの今ね、僕のその黒くなっているところの治療っていうのはね、もうきっとね、今から行く、いつも行ってる歯医者さんではねしてもらえなくなりそうなので、
のでね、まあ、これからねもっとその歯をね綺麗にしていこうと思ったらですね、やっぱりあの他の歯医者さんへね行くことになりますし、それでね歯が綺麗になるのと別にいいんですけど、でもそれよりもね今はねあの今日の行く歯医者で、今日はね僕のこの歯のどの歯をね治療してくれるんだろうとね、僕知らないんですよ。だから今現時点で、ね、だからね今不安になってるんですよ。だからそれをねこう前回のねその通院の時にですね教えてもらったらよかったなと思ってねちょっと後悔しております。先週の治療でね右上奥歯がねやっと終わったんですけどもね、まあ、その一つ奥の後ろのね後ろにあるあの親知らずの虫歯もね残ってますし、そしてねあの左下奥歯もねその先日あの割れてしまって、まあ、そのままでおかしくなった状態でそのままなので、あの僕のその予想ではですね右上奥歯の後ろの親知らずをやってもらえるはずなんですけども、でもまだその難易度の低いね左下奥歯をねされるかもしれません。でもまあ治療が進むんやったらねほんまにどっちからでもいいんですけどもね、まあそんな感じでねあのそろそろ時間なのでね、まあ、何をされるかわからんままね不安に押しつぶされそうになりながらね行ってきます。今日の結果はねまたね明日報告させていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。